上皿天秤の台の部分を持って振動の少ない水平な場所に置きます。上皿天秤のシールを見て管量と表量または使用範囲を確認します。皿の番号とアーム番号が一致するように皿を乗せます。バランスを見てアームが傾いているときは真ん中の調整ネジで水平に調整し、指針が左右均等に振れるようにします。左右の皿に薬包紙を乗せます。分銅は手で持たずにピンセットで持ちます。分銅の数はできるだけ少なくします。測り取りたい重さの分銅を向かって左の皿に乗せます。測り取るものを右の皿に少しずつゆっくりと指針が左右均等に触れるようになるまで乗せます。片方の皿をもう片方の皿の上に乗せ、台の部分を持って保管場所に片付けます。